はい、おはようございます。今日は川西町のね、古墳にやってきました。島の山古墳でございますけどね、これが全長が200メートル、まあ、あのね、いろんな小説と違うんやけど、190メートルということで大体書いてあるんだけどね、ここに200メートルなんていうな、200メートル、これちょっと一瞬待ってみましょうかね。200メートルか。200メートルいうことは、古墳の中ではね、そんなに大きな方じゃないですからね。ああ、ほとんど回ったんやけど、ここだけ抜けてましたわ。ね、昨日、おとといやったかな。この辺のご出身の方がね、店に来られてね、大きな古墳があんねん言うてね、えらいおっしゃるんでね、で調べたらね、この島の山古墳。ね、これが、ほんまにありました。それでね、これどうでも今日見とかないかんないことでね、慌てて朝から来たんですけどね。まあいろんな、書店、ね、書店があるんやけど、どうもこの辺の豪族の墓かもしれないな、いうことでね。ちょっとね、古墳としてはほっそりなんですよね。この、こちらの方が、公園墳の方でね、古墳の方がね、なんか非常に細いという感じですね、これ。ね、水は満々とされてますけど、これがよく残ってますよね。これが宮内庁の管理じゃないんやけどね、よく残ってますね。一周、5、600メートルありますかね。ちょっと回ってみましょうかね。ちょっと風が今日強いんやけどね。それで、駐車場がね、なんか子供センターがなんかあるんだけど、あっこにね、駐車場があるって聞いたんやけど、ちょっと入ることわからんのでね、神社の横に止めましてね、ここですよ。水をよ、水は満々と垂れてますからね。宮内庁管理の、ね、号はもうほとんどがね、水の色がもう濁ってるんやけど、ここ濁ってないんですよ、そんなにね。綺麗なもんですよ、これ。こんな広いですよ。いやー、これをね、見落としてたとはね、古墳ハンターとしては行きまへんね。大概もあったんやけど。これはね、航空写真、あんなやつずっと見てるんやけどね、完全に見落としましたわ。そういうのがね、ここちょっと離れてるんですよ。うまみ丘陵からも離れてるしね、天理の方からもちょっと離れてるもんでね、ちょっとね、ここはほんまに見落としましたね。で、滝が非常に多いんですよ、これ。ほとんどね、滝がこんな多いのはほとんどありませんわ。大概ね、大概が大きな木がね、終わってるわけで、もうほとんど滝です、これ。滝でございます。上空はなんか飛んでるぞ。上空には何だろうな、500メートルぐらいかな。はい、ちょっと待って、回ってみましょうね。はい、ここはね、ゆぶき子どもセンターです。ここにね、駐車場があるって聞いたんやけどね、ちょっと入るとこわからなかったんやけどね。やっぱだいぶ崩れてますね。やっぱり200メートルあったのかもしれないね。時速で190メートルって書いてあるんでね。これが6世紀ぐらいのね、築城やで、築造というとこですね。いやー、あの夏の暑い時に回ったね、ものすごく回ったね、こう。どれぐらい回ったんやろ。ね、ちゃんともう数えてないけど、まあ、50箇所以上、100箇所は行ってないな、60箇所、もっと行ったかもしれんな。かなり回りましたね。まあ、基本的にあの天皇陵というのをね、回ってたんですけどね、最初はただ古墳回ってないけど、ほとんどね、大きいやつはね、
天皇の前方後円墳が多かったんですよね。それであれはどの辺だろうな、50何代ぐらいかな、ぐらいまでの領、天皇陵ほとんど回ったんですけどね。あと何軒か近畿大津とか、あとどこだ、大津とね、あとあれは琵琶湖じゃなかった、どこやったっけ、あれ、あそこの淡路島か、淡路島の寿春天皇かな、だったかな。あと2方ぐらい回ってないかな、まあ、あとほとんどね天皇陵回ったんですけどね。今日はね、この辺は天皇陵じゃないんですか、おそらく豪族、この辺のね水軍かなんか知らんけど、豪族の墓だろうと言われてるんだけどね、まあ、それもね文字が残ってない時代やからわからないんだよね、はっきりとはね。いろんな人がいろんなこと言っとるけど、ただよく残ってますよね。宮内庁の管理の以外でこんな綺麗に水が張ってあるのね、なかなか少ないんですよ。どこまで行ったのかな、三崎町かな、三崎町へ大雨の日やったんでね、あれね、まだちゃんと歩いて回れてないんやけど、車でずっと回ったんだけどね。あっこもね宮内庁管理やけど、一箇所は宮内庁管理なかったかな、大きな古墳があるんだけどね。あら、あそこもう民家やね、柱の方がね、いや、やっぱり190m、仁徳天皇陵が始まったんやけど、あれから比べるとね全然やね、時間もかからんしね。仁徳天皇陵なんか周囲が何キロ、 2.2km ぐらいだったかな、2.2km ぐらいだったら、ちょっと8km ぐらいね、なんかね、ちょっと撮影しながら回ってるとね、約40分ぐらいかかったかな、一周回るとね。お、なんかいますね。クイでした。なんかね、鳥が上上がってきたから、クイ。クイが残ってるね。ほら、これね、お餅が立ってますね。あ、カモやな、カモがおるんです。これ、こんなところでね、これが宮内庁ならね、ここも全然開きませんね、こんなことしたね、ずーっと盛り上がってますよ、これ、ね、ここにほら、タック調査だと、ね、そこぶりかな、こんなんですわ。あれ真ん中の辺がね、あれが橋があるのかな、橋が渡るなんか橋かながあるのかな。これ民家のね横がね、ずーっとね水の中に橋が立ってますんだけどね、こうやってずーっとね、でずっとこう歩いていくとね、これはおそらくよーっと、ここからは回れないやな、え、回れないね、ここからは、ここから民家やね、民家はちょっと回れないから、ぐるっと回りましょうかね。宮内庁側が管理してるところはね、みんなね、ああいう建て方したら買い上げたかなんかでね、全部どけられましたわね、あれ明治から昭和にかけてね、ずっと民家でございます。これこの裏が堀5号になってるんですけどね、ほらほら郵便局まであるんかい、川西郵便局ね。
これが島の山の方がここにありますよね。現在地はここね。神社はどこあるのかな。神社はどうだよ。見えないね。見えません。ちらっと見るだけですわ。ちらっとね。おお、ちらっと見えますよ。ここ行けるのかな。お、行けそうよね。ちらっと。これ、これ。ここにね、帽子が立ってますよね。あんなやってね。おお。こちらの方からはね、ちょっとね、見えませんもん。もう一回再度ね、前方後円墳のね、取材が終わったのとこもう一回見てみないといかんね。こんなとこ、このまま、まあ、200メートル以下やからね、あんまりあの興味そそってないね、前はね。ここ見られへんな。ここにね、記念碑があるんですよ。ほら、島の山古墳のね、記念碑がね。ここね、でここは、ここ下はすぐもう豪になってんだけどね、家が建ってんだよね。東口堂と家が建ってますけどね。ちょっとイメージ的にはね、あらあら、後ろ来てるか。それからこれからいいかな。ここから見るでございます。ここに鳥居があるんですよね。鳥居あったかな。ここやね。この鳥居をくぐってね、行くんですけど、中入ってやろう。ここやね、神社。この神社なんて読むんだろうね。ややこしい漢字が書いてあるんでね、わからんな。これが神社、明治41年こんなんですよ。あそこのとこね、入れんかな思って入れなかったね。あそこのとこね、ずっとこう入れるもんなら入ってみよう思ってね、来たんやけど入れなかったよね。こんなんでございます。でこの鳥居の横をくぐっていきましょうかね。鳥居をくぐっていきましょうかね。はい、失礼します。まあまあこじんまりしたら興奮でございますね。まあ5600メートルやから、皆さんどうぞ回ってみてください。あれはなんだ、あれ鳥か、水鳥かね。いっぱい浮かんどるんやけど、あ、カモですね、カモ。いや、よくおります、カモ。これこれ、カモたちよくおりますよ、これ。これほんまに見落としましたわ。大概回ったけどね。
いやー、雲すごいね、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。40-50羽おりますな。パッとね、今数えたけど40-50羽。いや、もっとおるね、こっちこっちもおるか。40-50羽はおりますね。数えてみようか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。65羽もおりました。65羽もおりました。ここにね、神社がどこか、あそこか。神社どこやって、そこか。ここにもね、白鳥さんの跡もね、ここがね、あるんですよ。ね、穴がね。この絵で見るとね、まあまあその、興奮の広いんやけどね、なんか航空写真って見るとなんか細いんだけどね。何面かね、国の史跡になってるということで。ここどこあるの、西院寺の。東院。あ、ここ東院寺の方がいいな。ここ東院寺の。氷見川神社。近隣寺跡と箕輪伝説、どこにあるんですか。ここ来た。あれにしないのかな。ここはそうかよ。これがそうかもしれんね。あのね、木を見ると神社の歴史が分かるようなんだよね。ああ、大きなね、ガラスだ。